17番のアンシネ。フェアウェイウッドでティーショットしましたか。もうね、17番ホールもフェアウェイがぐっと絞ってあるので、広い、比較的手前の広いところに刻んでくる選手も多いです。本当に狭いところだと12、3ヤードくらいしかないエリアですからね。今画面の左下にも表示をされていますが、リランキングという制度が去年から導入されて、賞金シード以外の選手というのの、まあ、出場優先というのがこのアースモンダミンカップ終わりでリランクされるわけですが、その中でリランキング現在50位につけているこのアン・シネ、まあ、出場後半戦の出場権の目安はリランキングで言えば40位前後ということですから、あと100万少しというのは確実に稼いでおかなければならないところ。グリーンを捉えました。まあ、その中でも、まあ、優勝賞金はもちろんですが、去年の、まあ、リランキング40位前田陽子というのが320万でしたが、この大会は単独の12位に入っても320万を一気に獲得できるという、はい、一気に大逆転も可能なこのアースモンダミンカップです。17番アンシネです。傾斜はこういう感じですね、はい、長い距離のバーディーパット。膨らませてきましたが抜けました。先ほどもイーチヒ選手が同じようなラインから打って、はい、切れなかったんですけど、うん、本来なら切れるはずなんですよ。でも風が逆なので、はい、もしかしたらそれで切れない可能性も、風向きがあの傾斜と真逆なんですよね、はい。シネパーパット、沈めました。どよめきも起こっています。ワンオーバーは49位タイ。